こんばんは、カツドリです。今日もザリガニの様子をお届けします。白ザリガニですね。で、今ピュッとこう血ザリが飛んだの分かりますかね。白ザリガニと F1 種、白ザリガニとアメリカザリガニの、愛の子というか、間に生まれた子ですね。だから4分の3白ザリガニの因子を持っている子ですね。4分の3白ザリガニの因子を持っている子が生まれました。映るかな、映らないかな。この瓶の左横にいてるんですけど、光量が足らないか。まあ、しゃあないですね。置いときます。今のところ、何回か脱皮を繰り返したんでしょうね。何匹か目に見えるようになりました。老眼の僕の目にも見えるようになりました。あ、これピュッとこう白ザリガニに追われて逃げてる姿分かりますかね。もう父親であろうが関係ないですね。食べる、食欲、共食いっていう感じですね。この白ザリガニが飛び散る自分の子供を追いかけ回してます。困ったもんです。ピュピュッとこう、ピュピュッとこう待ってるの分かりますかね。ピュピュッと、何匹生き残ってくれるか分かりません。でも生き残った子は白ザリガニの因子をかなり強く持ってくれてる子ですね。こういう子をどんどん増やしていきたいと思います。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。